聞かせるトレーニング講座第1回目、マスト TBL ビジュンを生まれ変わりましたんで、聞かせるトレーニング講座また最初から作っていきたいと思います。まあ通常の高重量トレーニングっていうのはご指導するジムがたくさんありますから、聞くならば軽ければ軽い方がいいっていうジムはもう世界で LB ジムだけですんで、ちょっと珍しいからこういう動画作っていきます。最初、LB ジムでも高重量トレーニングやってたんですけども、もう途中からやっぱり重量にこだわらず聞かせた方が効果的であると私自身も考えて、メンバーの方にも試してみて、やはりやっぱこちらの方が効果があると確信しております。こんなことを言うと LB ジムでは軽い重量を持つことを強制されるんじゃないかっていう、まあ、噂を聞いたんですよね。ここですよね。一つはですね、強制なんかあるわけありませんよね。どちらかといえば高重量を持たなければいけないっていう暗黙の強制があるわけですよね。まあ、そういう規制概念があるから、重量を持たなければ筋肉発達しないっていう、まあパラダイムですね、規制概念があるから、そういうものをちょっと変換していって、重量を持たなくても筋肉っていうのは発達するということを、まあお伝えしたいわけですね。まあ、通常のトレーニングとはちょっと違ったトレーニングですから、こうやって動画を撮っていく価値があると考えております。まあ、一人でも多くの方に参考にしていただければ幸いでございます。今日は第1回目ですので、ちょっとイントロダクションっていう感じですね。ぼちぼちといきますから、また次回見ていただければ幸いでございます。